デトロイト・ピストンズはアメリカ合衆国ミシュガン州デトロイト市に本拠を置く全米プロバスケットボール協会のチームイースタン・カンファレンス・セントラル・ディビジョン所属チーム名は自動車産業で有名な投資にちなんで名付けられたピストンとは自動車の動力装置に欠かせない部品であり初代オーナーがピストン工場を経営していたことから NBA 最古の歴史を誇る人気チーム。デトロイト・ピストンズは、現在残る NBA のチームでは、最も古い。原型となったのは1941年に、インディアナ州フォートウェイン市で結成されたフォートウェイン、ゾルナー・ピストンズであり、当初は NBL に所属していた。初代オーナーは、フレッド・ゾルナーであり、ゼネラル・モーターズにピストンを納品する、ゾルナー社の経営者だった。 ピストンズは1948年により NBL がバーと統合した際にフォートウェイン・ピストンズと解消。フォワードのジョージ・アドリーを要し、1954年と1955年に2年連続でファイナルに上り詰めるものの、いずれも敗退している。誕生から編集1957年にゾルナーは本拠地をデトロイト市に移動することを決定した。この市には、 デトロイト・ジェムズというチームがあったものの、1シーズンで解散している。名前をデトロイト・ピストンズと変え、オリンピア・スタディアムを4年間本拠地とした後、コボアリーナに本拠地を変えた。チームは観客動員と順位の両方で低迷し、1974年にビル・デイビッドソンにチームは売却される。1978年にデイビッドソンはチームの本拠地をデトロイト市から、 郊外のポンティアックに移した。また、それに伴い、アメリカンフットボール用に作られた、ポンティアックシルバードームにホームアリーナを変えている。1980年代マイナス1990年、初頭引くバッドボーイズ、編集チャックデイリー HC1981 年に、ドラフトで、インディアナ大学からアイザイア・トーマスを獲得する。1982年の初めにビル・レインビアと、 ビニー・ジョンソンをトレードなどを通じて獲得し、チーム力は大きく向上する。さらにチャック・デイリーを監督に迎え、ジョーディ・マース、リック・マホーン、そしてデニス・ロットマンがチームに加入したことで優勝できるチームが作られた。当時のピストンズは強力なディフェンスと洗い、プレースタイルからバッドボーイズと呼ばれた。1988年から3年連続でシカゴ・ブルズの挑戦を退け、 ファイナルズに進出、九百八十九年と九百九十年に二年連続で優勝した。また、九百八十八年にはザ・パレス・オブ・オーバーアン・ヒルズに本拠地を変えており、二千十七から十八シーズンまでホームとして使用した。その後、九百九十一年にカンファレンス決勝でブルズに四連敗を喫し、九百九十二年に初戦で ニューヨークニックスに敗退後デイリー監督が辞任し、1992から93シーズン以後は、成績は5割を割るようになり、プレイオフ進出も逃した。1993から94シーズン中に、レインビア、シーズン終了後にトーマスは引退した。1990年代中盤引く後半から、低迷期、編集バッドボーイズの主力メンバーが、次々とチームを離れる中、 デュマースは1999年に引退するまで先発を務め続けた。その後、グラントヒル、リンジーハンター、ジェリー・スタックハウスなどの中心選手を擁したが、フリーエージェントやトレードなどでチームを離れ、プレーオフ1回戦を突破できない年が続いた。2000から2008競合復活から、編集2004年優勝時のスターター。 ジョー・デュー・マース GM ラリー・ブラウン HC フリップ、ソーンダーズ HC2000 年にジョー・デュー・マースがゼネラルマネージャーとして復帰し、チームは再び競合チームの一つになった。デュマースは次々と改革を行い、2000年にはトレードでベン・ウォーレスがチームに加入した。2001年にはリック・カーライルをヘッドコーチに招聘し、2002年にはチャンシー・ビラップス これらの改革により、チームは再び優勝を争うようになる。2003から04シーズン、カーライルに代わり、伝道入りを果たしている名コーチ、ラリー・ブラウンを招兵。ブラウンが掲げた、チームバスケットと NBA トップクラスのディフェンス力を武器に快進撃を続けた。シーズン途中には、ラシード・ウォーレスが加入したことで、チーム層がさらに厚みが増し、NBA ファイナルに進出。 ファイナルにおいて、ロサンゼルスレーカーズを4勝1敗で破り、3度目の優勝を果たした。その後もイースタンカンファレンスの競合であり続け、2004から05シーズンには2年連続 NBA ファイナル、進出。この年は、ウェストの競合サンアントニオスパーズに3勝を挙げる、接戦の末、惜しくも連覇は逃したものの、2005から06シーズンから、 ヘッドコーチがブラウンからフリップ・ソーン・ダーズに交代後も2007から08シーズンまで6年、連続カンファレンスファイナル進出を成し遂げたが、ファイナルに進出することはできなかった。2008から2009ケミストリー解体から、編集2008から09シーズンが開幕して6日後、ビラップス、アントニオ・マクダイス、チェイック・サムを、デンバー・ナゲッツを放出し、ナゲッツからアレン・アイバーソンを獲得する、 ビッグトレードが発表されて大きな話題となった。サラリーキャップ対策や長年同じメンバーで戦ってきたことによるマンネリを打破するためのトレードだったが、司令塔のビラップスを失ったことでオフェンスが空回りし、ハミルトンをシックススマンとして起用するなどで打開しようとしたが、不振に陥った。さらに持ち前の得点力を期待されて移籍してきたアイバーソンもうまく機能せず、 シーズン後半には、自身の起用法に不満を口にし、チームはシーズンを通して瞑想が続いた。結局、チームは2000から01シーズン以来となる勝率5割を割る成績に低迷し、かろうじて、プレーオフには進出したが、プレーオフで、第1シードのクリーブランドキャバリアーズにスイープされた。シーズン後、主力選手のラシードウォーレスやマクダイスがチームを去って、長年続いた。 チームケミストリーは解体された。2009から2011再建へ引く編集ケミストリー解体後、チームは大きく改革を行った。その年の FA 市場が解禁されると大きく開いたサラリーキャップを武器にすぐさまベンゴードンとチャーリー・ビラ・ヌエバを獲得した。さらに一時は引退を考えていたベンオーレスがハミルトンやプリンスの説得によりチームに復帰した。 積極的な補強でチーム復活が期待されたが2009から10シーズンハミルトンやプリンスなどの選手の怪我が相次ぎ過去10年で最低の勝率となりディビジョン再開に終わった。翌2010から11シーズンは元特典王のトレーシー・マグレディを獲得したもののシーズン中にハミルトンやプリンスら主力選手とヘッドコーチのジョン・キュースターが対立。 特に確執があったされるハミルトンは1ヶ月ほど試合に不出場だった。さらに2011年2月25日のセブンティーシクサーズとの試合前のチームの練習に複数の選手が遅刻及び欠場。練習に参加した6選手だけ試合に出場させる異常事態に発展した。結局2シーズン連続でプレーオフを逃す結果となり旧スターはシーズン後に HC 職を解雇された。2011現在から、新オーナー就任と、新たな道から、編集スタンバンガンディ HC これまで噂された、チーム売却問題が2010から11シーズンを、通して揺れていたが、2011年4月8日、億万長者番付にも名を連ねるトム・ゴアーズが、新しいチームオーナーに就任した。チームは、2011年に、ハミルトン、 2013年にはプリンスを放出。ベン・ウォーレスが2011から12シーズンをもって引退したことで優勝経験のある選手が全員チームを離れた。ドラフトでクレック・モンロー、ブランドン・ナイト、アンドレ・ドラモンドを指名し、彼らを中心に再建の道を歩み出した。2013年7月 FA 市場が解禁されると FA でジョシュ・スミスを サイントレードでブランドン・ジェニングスを獲得した。また、ビラップスが5年ぶりにフルスに復帰、ラシード・ウォーレスもこの年に HC 職に就任したモーリス・チークスの呼びかけによりアシスタントコーチに就任するなど、かつての黄門メンバーがチームに戻ってきた。久しぶりに大型補強を行い、迎えた2013から14シーズン、スミス・モンロードラモンドの強力なインサイド陣で、 リーグトップのペイント内特典を誇るも、チームは低迷。シーズン途中でチークスは解雇され、長年 GM を務めたデュマースもシーズン後に辞任した。シーズン後、スタンバンガンディがヘッドコーチ研究団社長として就任した。しかし、名称版ガンデをもってしても、悪い流れは変わらなかった。2014から15シーズンも開幕。不満分子を排除して、 巻き返しを図ったものの、ブランドン・ジェニングスをアキレス腱断裂で失うなど最後まで戦力が整わず、6年連続プレイオフ不出場が決定した。エルサン・イルヤ・ソバとマーカス・モリスを獲得し、フロントラインを強化した2015から16シーズンは、アンドレ・ドラモンドが新エースとして君臨。2015年12月18日のシカゴブルズ戦では、 4度の延長戦の末に148から144で勝利するなど粘り強い戦いを繰り広げ2009年以来のプレイオフ出場を目指し奮闘2016年4月2日のシカゴブルズの勝利で2007から08シーズン以来の勝率5割以上を確定させ同月8日のワシントンウィザーズ戦の勝利で2009年以来のプレイオフ進出が決まったしかし プレイオフのクリーブランド・キャバリアーズに4戦全敗で、屈した。2016から17シーズンは37勝45敗に、終わり、ザパレス・オブ・オーバーアン・ヒルズのラストシーズンを飾ることできず。デトロイトのダウンタウンにある新アリーナのリトル・シーザーズ、アリーナに移転して、新規移点のシーズンとなった2017から18シーズンは、初戦のシャーロット・ホーネッツ戦は、 観客動員数が1万人にも満たないありさまだったが、チームは10月29日の敵地をクルアリーナでのゴールデンステートをオリアーズ戦に115から107で勝利するなど、好調なスタートを切った。しかし、最終的には39勝を43敗に終わり、2年連続でプレーオフ進出を逃した。2018年5月7日、スタンバンガンディが、 ヘッドコーチ研究団社長の職を解かれることが発表された。2018年6月11日、全トロントラプターズのヘッドコーチであった同イン・ケイシーが公認のヘッドコーチとなることが発表された。ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数、パーセントイコール勝率太し文字、電動入り選手。ありがとうございます。